はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は Waves から出た新しいソフトウェアを少しご紹介したいと思います。いわゆるスピーカーモデリング、そういうようなソフトです。大手スタジオのスピーカーの音をヘッドホンでエミュレーションしようというようなソフトです。村長ミュージックスタジオ、僕の持っているオーディオテクニカの機種、ここにヘッドホンを合わせまして、このスタジオにあるスピーカーのどちらを聞くか選択したりできます。また部屋をぐるっと回して例えば後ろ向いて聞いた時とか、そういうようなシミュレーションもできるようです。オルトをしながらクリックでこのようにセンターに戻ります。そしてアビエンスというダイヤルがあります。これはこのオーシャンウェイのナッシュビルのスタジオをモデリングしていますので、その部屋の音響を追加するときにここをいじります。右は単純なレベルです。そして自分の顔をこうやって左の上にあるようにウェブカメラでもできますし、専用の機械をこのヘッドホンの上につけて、そして回転とかを操ることもできるようです。でもウェブカメラがあればそれででも十分できますね。こうやって首を動かすと視覚が 3D で捉えられます。こういう感じですね。そしてこれを動かしたら、プラグインの真ん中にある灰色の、ちょっと見にくいですが、その部分もこの動きによって変わります。例えばものすごく左を向いたり、右を向いたりと、こういうふうにするとですね、右の方から音が大きく聞こえてきたりします。そんな大きな大差はないですけれども。そして画面の下の方にヘッドホンのモデリングでですね、機種を選ぶだけじゃなく自分の顔の幅ですね、その辺をここで入力できるようになります。ここはセンチでかインチでか、そのスイッチがあります。こうですね。そのようにしてこの音響を聞くことができます。首をひねったらとか言いましたように、もちろん部屋をぐるっと回したら右からと左からの聞こえ方が変わってきます。ちょっと聞いてみてください。変えてみます。僕はどちらかというとこの HR1 の音の方が好きな感じがします。次はちょっとアビエンスを追加していったりします。左いっぱいにするとかなりタイトな音に仕上がっていきます。何せ首を動かすとこのようにモデリングされるというのがとっても面白いですね。ただしこの機能はそんなにもいらないと思います。じゃあ次は音がどのように変わったか、このスピーカーで聞いてるように本当に音が変わるのか、そこを少し聞いてみたいと思います。バイパスします。
やはりちゃんとスピーカーで聞いているようにヘッドホンというモードで聞くと、すなわちバイパスをするとですね、高音がとっても強く出てきます。そしてこの部屋で聞いているということもありまして、とっても自然な音で聞こえるようになりました。もう一度その辺のところをよく聞いてみてください。まずバイパス、ちょっと高音が強く出てきます。家に帰ればまた一人なの。これに比べこの部屋で聞いてみると、家に帰ればまた一人なの。はい、とっても聞きやすいですね。この差をまあアマチュアの人とかがどこまでわかるかは皆さんの耳にもよるんですけれども、でもとってもですね自然で僕は気に入りました。いいんではないかなと思われます。今日はウェイブスの最新プラグイン NX オーシャンウェイナッシュビルスタジオというスタジオエミュレーションソフトというのをご紹介してみました。村長でした。